ファール。ファール。ヨウちゃん。青来てた？青来てたよ、ヨウちゃん。ファール。待ってたよ、ちょうどだね。寝てるじゃん。じゃ行こうか、ファール。行こう、行こう。ちょうどファールちゃん。何？はい。ヨウちゃん。ねえ。俺、ヨウちゃんの服忘れてきちゃった。あ、いいよ、ファール。あげるから、ファールちゃん。いいの、ヨウちゃん。あげるから。好き。道わかる？道わかんない。調べようか。ちょっと待って。あれでも天然さん来るって言ってなかった？天然さんこっちに来てんの？わかんない、鳩でほら養分なってて来てたからさ。天然さんどこにおるんやろ。来る、え、で連絡来てないの？連絡取ってない。あ、じゃあ来ないんじゃない？お？連絡来てないのか。ちょっと待ってよ、調べるね。ちょっとアンツブだから、うん、噛んでいくとこっちなんだよ。あっちやね。あっちか。調べる、アンツブ阿川場の出るかな。え、ギリギリ配信か。うん、ドンキがあるから確かドンキの方じゃなかった。かっこいいじゃん髪型。あ、イカシル。何笑ってるの？笑ってない。バルちゃん、今バルちゃん笑ったでしょ。笑ってない。いいな。ねえ。かっこいい。これで、貫通を。住所、ミルクソフト。予算久々に会うな。イエモンチョンなのか。イエモンチョンの2-31。2-31。日報キャリア。でも日報キャリア。はい。待ってよ。流行ってんじゃない？イエモンチョなの？ゾク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 出てくるんだけど。ゾク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 。え？ゾク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 出てる。たかし外にいる。キャリアと。出てこない？パルちゃん。多分ね、添え門町だよ、添え門町。パルちゃん、パルちゃん、この辺を左なんだよ。あの、ラーメン屋の近くだよ、パルノスケの。あー、はいはいはい。これホストなろうかな、ホスト。で、多分これ左なんだよ、多分これ左なんだよ。それはギリバーの方？これはギリバーの方？正面。そえ、そえもん。猿之助で調べたらいいんじゃない？猿之助出るかな？出ると思うよ。お、ナイスありがとう。あと150ナイスちょうだい。あっち着いたら枠切るから、こっち予算枠にするわ。出てきた。あれ？バルちゃん、俺調べようか。あ、出てきた。はい、近いや。まっすぐ行って右だね。え、これもしかして何？これもうナビなってるの？これナビなってるよ。こうでもいいけど。あ、次右か。そう、これで行けるわ。バルちゃん、いつまで大阪いるの？いや、俺ね、明日さ、16日に大地震が来るんよ。うん。だから長野にちょっと避難しよう。長野県行くの？うん。バヤさんも長野県だから。そう、俺も長野行ってね、うん、避難しようかな。あの、石川県か長野県。
石川県行こうとしてたじゃん。うん、じゃあ石川県か長野県行こうかな。マサヤンさんたちのとこ行く？うん、そう、うえ、行くか一緒に。行かない、行かない、行くか、うん、ラック探してきて。いや、わかんない、石川県行くかわかんないよ。その長野行くかもしんないし。へえー、これでいいか。もう着くやん。もう着く。このまっすぐ。あとは日報キャリアっていうのを探すよ。日報キャリア。うん。もうだから養分と最後の夜やで。本当に。寂しいわ。パルちゃん。うん。パルちゃん、もう行っちゃうの？もう行っちゃうよ。そうだろう。いなくなるから。楽しかった旅。めちゃくちゃ。行く前にほんじゃダーツの旅しようか。いや、それ意味ないじゃん、またパルちゃん一緒に行くってこと。うん、またも逆戻りじゃん、うん、ゼロワンがパルちゃんは従業員じゃないって言ってたと。え、そうでしょ。雇用契約確認ってまだ会社できてないでしょ。これクビだったの？これ社長って言ってたのに、ずっと持ち上げてたし。働く前にクビになった？え、俺なんで、俺なんかしたかな。従業員じゃないの？もう養分の会社に入るじゃん。俺会社建てるか。建ててほしいもん。なあ、え、なんで切り捨てられたの俺。ドリームライバーっていう会社使えないってこと？いや、そういうことやろうね。ほら、本当に道合ってる、カルちゃん。合ってる合ってる。これまっすぐだね。合ってるわ。ビルは。これ合ってんのかな、これ。こんなあのところあった？炭火焼肉とか。わあ、盛り上げ猫ちゃん、ありがとう。いや、合ってると思う。大丈夫。これ見かけたことあるもん。これ豚野郎。豚野郎って店があるの？本当だ。豚野郎ってあるから。何この店。おしゃべり豚野郎見かけたことあるもん。ゆうちゃんがいいよ。お姉と話せる、楽しめる、おしゃべり豚野郎。なんで俺っつったの？あ、あれじゃない？猿之助。え？教わって課外授業ですごい。おしゃべり豚野郎って。はるちゃん。それでもさ、うん、石川さんじゃない？俺じゃないでしょ。はるちゃんもね。はるちゃんは何？何豚野郎なの？無言豚。無言豚？いつもディスってるじゃん。猿之助あるから。じゃあ猿之助好き？うん。いや、食ったことない俺。あ、ないの？味噌ラーメンだよ。配信者だけ収録する。今パルちゃんなんで手振ってたの？振ってないよ、普通に。こうやっただけ。ねえパルちゃん、待ってよ。栄寿司ここら辺なんだよ。でもあれやで、初回ちゃんと。こっちか、こっちやない？いや、あ、違う。待って。あ、こっちや、こっち。こっちだっけ？うん、こっちだと思う。え、髪型失敗やないやん、これ。あれ、こっち絶対こっちじゃないよ。あれ、日報多分もこっちだと思う。あっちか、うん、こっちか。そう、俺こっちだと思う。あ、たかしいるやん。あ、びっくりした、マジで。知らない、叫んだよ俺。知らないおじさんだと思った。あ、パチおじさんもいるじゃん。え、パチおじおじさんだ。今日また、あ、川上ちゃんも。こんばんは。ようちゃん、はい、VT 勤務待ったのか。なんでだよ。え、また勤務になってるよ。パチおじさん、これ今流行ってる。じゃあ行こうか、パチおじさん。今待っとった、見て分からんかった。分からんかった。だから待っとったけど。パチおじさんも同じ髪型にしようぜ。これできないよ。まあ行こうよ。行きましょう、行きましょう。川上ちゃん、じゃあ、あっちやな。たかちゃん、何やってたの今日？今日買った？買ったよ、40万だった俺。どこで？浜で。何で取れたの？14とか。浜 11S、1245度、1245度、14235。145とか来たの？142で。142で着いた？うん。へぇ。2万張り。2万張り11万張った。え、で、プロなんでね。プラスにしたん？プラスにしたん。え、何？一人で尼崎行ってたん？なんで配信してんかったん？いや、配信見なくてやろ。尼崎配信行けるんだよ。そうなの。ああ、
ギャンブル俺とパルちゃんとか言ってんだよ、はい、砂離れるの逆に近いよ。プロなんでね、天気予定陽気予定より天気予定ですよ。もうなんか的中率 20% って書いてたよ的中率 20% ってやばいで、回収率だから的中率より回収率だから回収…回…え？これ違くない？これ合ってるん？これこれ道合ってるの？これいや、日本キャリアでしょ。あ、あったわ。じゃあ、着いたからの方がいいか、切るの。今髪、青なってない？え、髪の毛、うん、いいかしてるだろ。たかしも髪の毛切るか、同じ髪型。え、アンテナ出た。アンテナねえ、はぁ、あはあ、ちょっとあと70ナイスちょうだい。ナイスお願いします。70ナイスちょっと70ナイス頼むわ。あと70ナイスクリーンがあったら帰ります。うん、こっち枠切るから頼むわ。もう一個上か。高橋帰らないでって方で、ね、ああ、え、何時から行ったん。俺、昼過ぎぐらいじゃん。昼過ぎ、もつ食べた。もつに。あそこにもつ来ないよ。ただギャンブルのおっさんや。あ、あ。今、八王子緊張してるから。与党とか？そう、よっさんと喧嘩しちゃってるからさ。そうだろ。本当。仲直りは電話でしたけど。明日とか明後日でもいいの。じゃあ、わかりました。ありがとうございます。サンボッサー。サンボッサー。髪切って。来てよ。おぉ、なんだよ、めぇ、カツがよ。なんだよ、てめぇ、おい。この野郎。おい、てめぇ。なんだよ。なんだその髪型はよ。大阪まで来て、不甲斐ねえ男だな。なんだその髪型は、お前。おい、よっさいよ。似合ってると思ってんのか、お前。よっさんも同じ髪型して。切ったね、玉ねぎみたいな髪型しやがって、お前よ、だろ。玉ねぎ食ったことねえだろ。はい。なんだろ、ね、え、ちょっと枠取り直して、もうこっち切るから。やればいいよ。いや、切るから。ナイスあるぞ。いいよ。いや、俺別にいいよ。どうせ相手もわかんねえもん。いや、つけときなよ。せっかく大阪なんだから。だって相手もわかんないもんだって。そんなの。ねえ。かっこんだけ人形さん来ていいわ。おっおい、てめえ。相手もわかんないんだよ。どの面下げてよ。相手もわかんないんだよ。おい、どの面下げてお前来てんだよ。ねえ。ねえ。大阪まで来てよ。なんで運動がやろうが。あっ。どっしゃん、ちゃう、話。どっしゃん。すいません。ああ、いや、いいよ。トシちゃん分かった。でもその火薬が行ってないってこと分かった。あれ俺20分説明したじゃん。でその後また俺にかけてきて同じこと聞いたから分かってないのかなって思ったの。トシちゃん、ごめんなさい。うん、いいよ、全然もう。あ、和解したわ。そう、大丈夫。許してくれよ。許すよ、もちろん。トシちゃん大丈夫だ。よかった、和解したわ。ちょっと枠取り直してよ、さん。こっち切るから。いや、俺はいいよ。早くつけてて。だって相手は上がんないもん。上がるよ。天然みたいな相手は上がんないもん。ちなみに今、ファッチポイントいくらですかね。今日は、2万円。稼いでる。稼いでる。稼いでる。お前らが稼いでる。お前、税金払えよ。なあ。いや、それ政治に言えよ。今日、お前らが。政治に言えよ、それ。フワッチポイント2万ポイントあるっすね、今。2万1000円。酒飲んで2万ポイントですよ、これ。お疲れ様。ねえ、俺は必死こいで働いてもね、2万ポイントいかんぞ。ねえ、行くだろ、お前。行かないっす。かがみちゃん来ると。うん、来たそうだよ。お邪魔になっちゃう。トシちゃん、話あんだろ。お邪魔だな。トシちゃん、予算、座らせてよ。ちょっと、予算早く枠取り直して。もうちょっと向こう行って。こっち切るから。座らせて。これだから。あ、行ける。行ける。え？
箱に1個座らせて、お願いだから邪魔になっちゃうから、いや邪魔じゃないんだよ。どうした、本当にじゃん、怒らへんけど、怒らないんだけど、座ってほしいから言ってるだけだよ。あ、花火ありがとうございます。完全にパチオジ射程、ヨッサンの射程、ヨッサン枠取ってありがとうございます。パチオジ向こう行くか、座るよ、配信者と皆様話しようや、どうした、どうした、積もる話が、どうした、これもここでは奪うんやろ今日、いや奪うんやろ、やめて。楽しいやん。発音のいい感じだ。これはもう演技だ。どうした？今火だ。あ？楽しいやよ。どうした？ケイチに座った。あのエレベーター乗る前ね。うん、あの足すくんでた。マジで？怖いって言ってて。よさにやられるかと思って。で言ってやったんだよ。老人お前こんなに重気持ちでさせてお前。いや違いだってさ。どういうつもりだよ。で昼間20分話して、それ同じことで分かったって言ったり同じこと毎回言われるんだよ。配信外で。配信外。配信中じゃないよ。配信外で全然。ついな。きついなぁ、それは。よさが怖いって。よさちょっと訳早くつけて、こっち切るから。どうせ。座りな、二人とも。バルちゃん、これ。バルちゃん、座るよ。手前に座ったら。いい、入らないから。いい、いい、はい、座り。俺はね、はい、はい、入る。画面外がいい。画面外なんかないやろ。俺は説教コース。バルちゃん、椅子大きい。よっさい、説教コース。俺、こっちで飲むよ。椅子そこに大きいよ。はるちゃん、そんな椅子で座れるの？はい、全然、ね、こっちの方が。あ、はるちゃん先生。え、なぎさちゃんどうなったの？帰ったの？あ、帰りました。帰ったの？よしゆき、いつからそんな仲良くなったんですか？ニヤニヤしやがってよ。何が？昨日ね、川上ちゃんに四つん這いにさせられて、豚になってたんだよ。嘘だろ。喜んだ。情けない。で、笑ってたんだよ。大阪にその絵のためにしたのか。何がれなくねえよ。豚になってたんだよ。よだれ垂らしながら喜んでた。嘘だよ。ほんと笑ってたの、めちゃくちゃ。ほんとド M だな。いや、よっさん M かもしれない。すげえ M だと思うよ。いつも。女引き連れて。今月やめるのか、ガミ。今月やめるの。そうですね、今月のって、はい、ありがとう。予算枠に行くんで、みんな。大丈夫、天然さん。震えてない？めちゃめちゃディスられてたから。お腹痛いわ。そうです、お腹痛くなってきた。入るから。何言われるの？天然酒飲みや。飲めねえとか言う。ガキじゃねえんだからよ、お前。な、生行くか？なあ。え、誰飲んだよ。何飲むか？車なんていうのは、な、外交で帰ればいい話だと呼んで。なあ。ちょ、なんで？ねえ。お前は稼いでんだ。あ、おごってって。飲むなら、じゃあ、おごれと。これ、合ってるっすよね。飲むやったら。確かに確かに。じゃあ、ちょっと、よっさん枠で。ハイボールください。ハイボール。よっさん枠。はーい。呼ぶ、何飲む？切るね、俺、ビール。生2つと。生2つ。お酒。